はいどうもこんにちは、カンタです。今日はついにエキサイティングプレイヤーが登場したということで、エキサイティング大抽選会のおすすめの票の割り振り解説をして、その後に契約書大量開封やエキサイティング無料充電の方を引いていきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。ということで早速大抽選会攻略の方をやっていきます。まずこのイベントがどんなイベントかというと、試合を行うことにより手に入る抽選チケットを使い、欲しい商品に票を入れて、あとは当たるのを祈るイベントです。抽選チケットの獲得枚数は毎日イベントページにログインしてもらえるものと、試合では1日5枚までが獲得の上限となっています。ということで攻略の方をやっていきます。まずこのイベントでの票の入れ方は正解はないということを頭に入れてください。その中でいい結果になる確率が高い方法として、まずやるべきことは、抽選チケットは最終日に投票しましょう。各賞ごとにみんなの投票数が見れるようになっているので、その投票数によって当たる確率とかが変動してきます。だいたいみんなの投票数が分かった状態の最終日に、この賞が当たりそうだなと感じたものに投票するのが基本となってきます。続いて各賞ごとに見ていきましょう。まずは1賞です。ここには1票も入れる必要はありません。理由としては、他の賞に投票して外した場合でも残念賞で1エナジーは回収できるわけで、そのエナジーで富の試練をやればコインは回収できるので、それだったら他の賞に投票して当たる確率を発生させた方がいいです。続いて G 賞についてです。これはチーム状況によりますが、初心者なんかはここに投票していいと思います。ただある程度プロスピをやっていくと、特訓素材は育成とかを頑張ればいくらでも間に合うので、初心者以外は基本は入れなくていいです。続いて一旦飛ばして A から C 賞についてです。こちらは強くなりたい方は初心者ベテラン問わず1票も入れないでください。これらの賞は全票つぎ込んでも当たらない確率の方が高くなります。このゲームで強くなるための鉄則として、夢を見ないことはとても重要な要素となってくるので、強くなりたい方は我慢しましょう。続いて D から F 賞についてです。基本的にこの3つに全ての票をつぎ込みましょう。ただ欲張ると全部外れたりする確率も十分あっていいことはないので、この中で比較的当たりやすい F 賞には最低15枚ぐらいは入れておき、残りの票は限界突破コーチと S ランク契約書の欲しい方に投票するのがいいと思います。確実に当てたい方は F 賞により多くの票を入れるといいでしょう。以上です。いかがだったでしょうか。あくまで確率の問題なので、いい結果になる人も悪い結果になる人もいると思いますが、いい結果になるように祈りましょう。ということで、この情報が良かったら高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて契約書開封の方やっていきたいと思います。ということで続いては契約書開封の方をやっていきたいと思います。契約書はルーレットヒッターでかなりねゴールド契約書が当たったんですけど、まあ合計こんな感じで16枚あるので、まずはゴールド契約書10連の方から引いていきたいと思います。はい、ということでまずは10連目引いていきたいと思います。さあ、お、いい演出ですね。 A 以上確定と、まあ、ゴールド契約書10連なんで、まあ、A が出てくれれば結構。お、え、待って、これゴールド契約書10連だったよね。押し間違えてないはず。いや、いい感じかもしれない。さあ、1枚目。おー、ジョーンズ選手と。ジョーンズ選手は自分 A ランクを持ってないんで。おー、2枚目も A ランク。上茶谷選手いいですね。さあ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 。まあ、いい引きでしょう。まあ、ゴールド契約書からね、出てくれるだけすごいね、ありがたいですね。さあ、ということで10枚と。ゴールド契約書だよね。そうですね。はい、ということで、残りの6枚引いていきたいと思います。はい、ということで続いて S ランク 30% 契約書含む6連で引いていきたいと思います。さあさあさあ、演出は渋いですけど、まあ A ランク以上は確定してるんで S30% 契約書でね、まあこれね、演出が渋くてもまあいい選手が来てくれればいい。割れで割れないか。まあこっからね、エキサイティングの無料10連が控えてるんで、さあさあさあ、まあいいランク、いい A ランクが欲しい。 OK、 木村選手と。ということでエキサイティングプレイヤーの方行きたいと思います。ということでエキサイティングプレイヤーの方にやってきました。まあ、今回第2弾のガチャは自分はね、欲しい選手がいないのでスルーしようと思うんですけど、まあ、欲しい選手がいるっていう方はまあ迷わずね、無課金の方なんかは引くべきガチャとなっています。ただまあ今回自分は引かないということで、今回せっかくね、無料10連プレゼントスカウトが来ているので、これをね、今回動画内で引いていきたいと思います。でその前にですね、選手の方を軽くね見ていきたいと思います。
ということで早速見ていきます。まずは西武金子選手。金子選手は完全総力型なのでリーグオーダーには少し入りづらいかなといった印象です。ただ総力 A の85ということでここはね非常に魅力的な値だと思います。続いて守備の方もセンターとレフトの適性が B なのでここら辺もね非常に魅力的だと思います。続いてソフトバンク松田選手。松田選手はデフォルトでパワー A 乗っていて称号いらずなので非常にね使いやすい選手だと思います。ミートと走力も B 乗ってて見栄え的にもいいと思います。続いて守備の方、守備の方もかもなくかもなくといった感じで守備適性も C あります。続いて楽天松井選手。松井選手もデフォルトで9位 A 乗っているので称号いらずで無課金的にも非常に扱いやすく優しい選手なんじゃないかなと思います。続いて球種の方、球種の方は4球種とリーグオーダー的に少しきついかなといった部分はあるんですけど、まあ、抑え適性も中継ぎも限界突破すればできますと。でリアタイでねこのスラーブとカーブの使い分けなんかが今話題になっています。続いてロッテレアード選手。レアード選手はデフォルトでパワーが A 乗っているので称号いらず非常に扱いやすい選手なんじゃないかと思います。続いて守備の方、守備の方も守備適性が C あって肩が A あるのでぼちぼちなんじゃないかと思います。続いて日本ハム太田大志選手。今回の目玉選手なんじゃないでしょうか。称号次第でミート A やパワー A が狙えたりミートパワー同値が狙えたりと、まあ、称号をつければかなり強くなってくると思います。続いて守備の方、守備の方はライトの守備適性 A が非常に魅力的だと思いますし、センターレフトと全ポジション守れて裏捨ても非常に高い値で魅力的となっています。続いて山本由伸投手。山本由伸投手は球威とスタミナがデフォルト A 乗っていて称号次第で制球 A にすればオール A が可能となっています。続いて球種の方、球種の方も非常に多彩でリーグオーダー的にも助けになると思いますし、限界突破すれば中継ぎも可能となっています。続いて巨人菅野選手。菅野選手はデフォルトでオール A なので最強だと思います。称号次第で簡単に球威型に持っていけたり全動値が可能となっているので決まればかなり強いと思います。続いて球種の方も非常に魅力的で8球種あります。続いて今永選手。今永選手も球威とスタミナがデフォルトで A 乗っていて称号いらずなので非常に扱いやすい選手だと思います。制球もギリギリ B 乗ってるので見栄え的にもいいと思います。続いて球種の方、球種の方も最低限の5球種あって一応限界突破すれば中継ぎも可能となっています。続いて阪神福留選手。福留選手は能力こそ低いんですけど称号次第でミートパワー同値が簡単に狙えるので決まればかなり強くなってくると思います。続いて守備の方、守備の方は裏捨てが非常に魅力的だと思います。続いて広島床田選手。床田選手は称号次第で9位スタミナの同値が狙えるので決まればかなり強いと思います。球種の方も6球種と普通にあるので非常に魅力的だと思います。続いて中日平田選手。平田選手は称号次第でミート A が可能となっています。デフォルトでオール B なので見栄え的にも非常にいいと思います。続いて守備の方、守備の値が非常に魅力的で外野全ポジションを守れて守備適性が B と、で裏捨ての値も非常に BCA と高いと思います。続いてヤクルト石川選手。石川選手は完全制球型ではありますが制球 A という値が非常に魅力的だと思います。続いて球種の方、球種の方も多彩で非常に扱いやすいと思います。ということで早速ガチャの方を引いていきたいと思います。狙いの選手はですね、福留さんと平田さんと太田さんが、この3人が特に欲しいです。いきます。まあ、今ね自分ピッチャーはもう全員3400でリーグオーダーは固められているので、まあ、バッターが欲しいといった感じですね。ピッチャーにねちょっと引きが偏ってきてしまってるんで、まあ、バッターが欲しいんですけど、まあ、その中でもねミート型にする必要があるんで、まあ、この3選手が欲しいかなといった感じです。まあ、パワー型だとオーダー入らないんで、さあまあ複数引きしたいですねここでね。さあ2枚目、島内選手も S ランク欲しいですね。お、松田選手いいですね。松田選手は今通常 S ランクを育ててます。で6枚目 Bさあ、まあ10枚目の引きですね。ここめっちゃ重要ということでお願いします。10枚目、はい。ということで石川選手はまあ制球型ですし、まあ投手は結構自分はいるのでオーダーには入らないという結果でした。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、今回のねエキサイティングの引きは第1弾第2弾総合して、まあ、かなりね自分は悪い方だったんじゃないかなと、まあ、1弾の動画から見ていただいている方ならわかると思うんですけど、まあ、ガチャ運が少しなかったかなと思います。ということでこの動画良かったら高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。